フベンティーノ・ローサス・フベンティーノ・ローサス・カデナスは、メキシコの作曲家、バイオリニスト、バンドマスター。グアナフアト州サンタクルス・デガレアナにおいて、貧しい先住民の乙と族に生まれる。7歳から、教会の金付きから街路でのフィドル演奏に至るまで、ありと、あらゆる音楽関係の仕事について、生計を立てる。立志出世のために音楽を用い、 靴を一足買うためにワルツを作曲したという、メキシコシティに移り、間もなく、学士や作曲家として、なおなす。12歳で、市内で最も有名なダンスバンドに加わり、バイオリンを演奏し、10代前半で、有名な歌手、アンヘラ・パラルタの伴奏者を務めるようになった。国立音楽院に2度入学して一時的に学んだ、ものの、大抵は独学であった。 その後オーケストラやブラスバンドを率いて国際的な演奏旅行を行った。最も有名な作品はワルツ、波頭を越えてソブレ・ラス・オラスである。この古典的なワルツはドナウ川のサザナミと共にしばしばウィンナ・ワルツと混同されているが最初に出版されたのは1884年にルイジアナ州ニューオーリンズでローサスが有名なメキシコのバンドと共に 同地の万博に参加していた時期のことだった。この楽曲は、その後メキシコとヨーロッパにおいて、1888年と1891年に再版された。このため誤って、これらの年代が初版の時期として言い伝えられている。1893年には、シカゴ万博にも出席した。その翌年、キューバのスルヒデロでバタバのにて26歳で急死。 死因は骨髄炎とされる。意外は1909年にメキシコに戻され、メキシコシティのミゲルイダルゴにあるパンテオンシビルでドローレスに埋葬された。ローサスが生まれたサンタクルスの町はサンタクルスデガレアナを経て、1939年にサンタクルスデフベンティーのローサスと解消された。アイワールツズ2、ポルカス3、マズルカ4、シャティッシュズ、ブイダンサス。 ありがとうございます。